月のさば。皆さんこんにちは、人生レゴブルダー、ひらりな。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイターユニコーンです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の3月に発売された新しいレゴクリエイターです。前回発売されたスペースシャトルと同時期に発売されました。外箱はこのようになっていて、今回はファンタジー世界の動物がモデルになってます。この箱の時点でユニコーンの完成度すごい高いのと、あとこの背景がすごいファンタジーっぽくて僕はすごい好きです。そしてユニコーン以外にタツノオトシゴとクジャクに組み替えることができます。これクジャクというよりかはなんかアヒルですよねはい、箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は1180円でピース数は145個です。ではこちらのレゴクリエイターユニコーンを組み立てます。完成、レゴクリエイターユニコーンです。はい、ユニコーンが完成しました。ちなみに全部で20分で組み終えました。今回組み立てたユニコーンなんですけど、めちゃめちゃカラフルですごい可愛らしいです。このユニコーンには台座パーツがついていて、この台座パーツもすごいカラフルになってます。この台座パーツのカラーは虹を彷彿とさせます。はい、ではこちらのユニコーンを見ましょう。はい、全体をぐるっと見るとこんな感じで、近くで見るとこのようになっていて、このユニコーンの配色は虹を彷彿とさせますね。めちゃくちゃカラフルです。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部自体の作りは簡単になっていて、目はプリントパーツになってます。そしてユニコーンの角は金パーツで再現されています。この部分がユニコーンの耳です。そしてこの縦髪は赤色とオレンジ色と山吹色が使われています。続いて胴体はこのようになっていて、足の作りについては結構シンプルなものになってます。前足はこのようになっていて、後ろ足はこんな感じです。で、馬のつま先部分なんですけど、めちゃくちゃさっぱりしてますねはい、そして尻尾はこのようになっていて、尻尾は紫色やブルー系の色で再現されています。では続いては可動範囲について説明します。まず前足がこのように可動して、つま先もこのように動きます。後ろ足はヒンジでこのようにクリックで動きます。つま先は前足と一緒です。そして尻尾がこのように上下で動きます。そして付属の台座に取り付けることができます。取り付け方は簡単で、後ろ足を台座に取り付けます。こんな感じでポーズを取らせれば、はい、こんな感じでポーズを取らせることができます。台座パーツがあることによってこういうポーズを取らせることができますので、これはめちゃくちゃ素晴らしいと思います。では最後は大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。ミニフィグと並べると今回のユニコーン結構でかいですね。これちょっとミニフィグを乗せてみると、おお、はい、ミニフィグを乗せてみるとこんな感じです。なんかこうしてみるとマジレンジャーのセイントカイザーを思い出します。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。なんか大きさ的にレゴマリオとすごいサイズが合いますね。じゃあちょっとレゴマリオを乗せてみます。おお、はい、レゴマリオを乗せてみるとこんな感じです。あ、これはね、すごいサイズぴったりですね。なんかスーパーマリオジョッキーみたいな競馬ゲームとか出そうはい、そして最後はこちら、じゃーん。前回組み立てたスペースシャトルと並べるとこんな感じです。いや、いいね、この並び。ベースカラーが同じ白なので並べてもそんな違和感はないですね。いや、これは並べて正解だったな。はい、レゴクリエイターユニコーンはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターユニコーンを組み立ててレビューしていました。今回組み立て
せたユニコーンの完成度は非常に高かったです。まずこのユニコーンと台座パーツがすごいカラフルに作られていてすごい綺麗だと思いました。であとは台座パーツを使ってこのようにポーズを取らせることができますので、これも素晴らしいと思いました。次の動画ではこちらのタツノオトシゴに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。